何？施設のすぐそばよ。アネットを追ってる。なんか脱いでる。え？エッチ？彼女は持ってないの。ネストにあるはず。え、主人公交代すんのこれ？え、レオン死んじゃったの？え、死んでないよね、さすがに。え、レオンから相手パクってこうよ。これで悪夢になるのか。はーん。おい、うっせえうっせえうっせえわが出ちまうよ。なん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 。うわおい、ちょっと今日できるだけ可愛い声出そうと思ってるからさ、そんなちょっともう初見帰っちまうよこんな。あっけなのね。あっけなくない。これから始まるんや、スバルたちのシャイニースマイリーストーリーが。え、うっさい。ちょ、いやーちょっと虫虫無理なんやが。あ、待って、無理なんやが。うわー。無理や。やっぱりパイナップルにすべきやったかもしれん。ちょっと可愛い子ぶろうと思ったけど無理や。帰りなさい、眠りなさい。魂のルフランや、これが。魂のルフランってなんなん。え、ねえ、ちょっとみんな反省会、みんな集合。なんで今スバルが死んだかっていうのを反省会したいと思います。に注意不足、判断が遅い、フェイントで抜けられない。反省するところしかない。お前らさ、もうちょっと優しくするっていう気遣いはないのか。そこに、おい、びっくりしまうし、初見がさ来たら。気合が足りない、焦りすぎ。ねえ、一個ぐらいさ、ネタバレあってもいいじゃん。なんでないのよ。くお前ら、お前らいつもみたいに一人ぐらいネタバレするよ。なんでしてないんだよ。フェイントかけるしかねえ。いやあ、お前フェイント効かんのかよ。あ、なんか抜けれました、やったー。え、なんかさ、なんか普通のキャラみたいにさ、タイラント登場してくるけど、なんなん。いや、タイラントくんってそんなポンポン出ていい強さのキャラじゃねえから。え、タイラントさんはもうラスボスみたいな位置づけじゃん。何しれっと出てきちゃってんのは。もう何これ、何これ。ちょっとすごい声出た、何これ。お、やっぱりバイオハザードリーツ最高。こういうところ優しいよね、バイオハザードは。一発ぶった後にちゃんと優しさをくれるところがいいんだよ。インターネットの広大な海に比べたら恐るるに足らず。スポーサル、エイタ、今行く、今行くぞ。ちょっとその前にセーブさせてくるな。命よりも大事なものがある、それはセーブ。うん、ここもなんかあれですね、ちょっと限界超えて働いてた香りがしますね。 A ちゃんみてえだ、行くぞ。本当この選択間違ってない。この先レッドハーブとかやったら勝ちきれるからね、スバルコが。おい、この先レッドハーブなんて見つかったらスバル勝ちきれるから。違うよ、三色ハーブです。ごめん、バカでごめん。反省しろ。ひどいよみんな。おい、なんかさ、ゲームスタート時はみんなもうちょっと優しかったやん。なんかスバルちゃんなんか頑張ってて偉いなみたいな、新章かわいいなみたいな、あのあったかい雰囲気どこ行った。なんか鼻、羽の音しない。でかい声出して威嚇しとくわ、みんな安心して。スバルがでかい声で威嚇しとく。ブワーッ。
どういうことなのこれ、どういうことなのこれ、どうすればいいの。ワクワクさん、これどうすればいいんだい。普通にやれよ。うるさいな。いけない、スバルはアイドルだった。そう、スバルはアイドル、アイドルだからそんな汚い言葉なんて使いません。ちょっとあんたバカ。ちょっとは、おーは？そういうこともある人生って、そういうんで。え、なんか、え、待って、パーカー脱いでて草なんだけど、え、なんで？ちょっとえ、なんでお前パーカー脱いでんの？誰がパーカー脱いでいいって許可したんや。なんかパーカー脱いでたわ、びっくりした。こっちのセリフ飛んでった。スマイルのパーカー返してよ。いきなり脱いだ。あ、そういうこと、突然脱ぐな。あらら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 、わっしょい、たまもない、何もない、そんなスバルにあるのは勇気。回復はまだ早い。ねえ、回復したいから回復。さ、このさ、手の動きみんなに見せたいんだけど、今もうさ、回復したい、でも死に中の言う通りでもある、もう大暴れなんだけど、スバルの両手大暴れ、虚空パンチしてるんだけど、そのままやな。まだ我慢するぜ、悔しい、お前らの言う通りだ。